ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3連戦を振り返るの時間です。はい、そうだな、時間だな。はい、時間です。はいはい、ね、まあこの3連戦、うん、まあいい試合が多かったんだけども、はい、9月入ってね、まあ、もうそうだね、最初ですね。投手戦あり、うん、まあ大逆転あり、うん、まあリベンジもあったっていうね。なんだろう、うん、まあいろいろあった、まあ、3連戦なんだけども、はい、まあ、着実にマジックがまた点灯して阪神が、うん、ね、前回は前回の振り返りでは消滅っていう話をしたんですが、そう、ね、まあ阪神が15、はい、ね、オリックスが16だよということでマジックが ね本当、はい、で、まあ、ここに来てまた心配事がありましたと。ありましたね。大丈夫かいなと、はい、もうこれ以上出すなよとか、うん、まあ、いろんなことがあったけども、この場でこの状況でっていうのはちょっと苦しいかなっていうこともあったり、はい、はい、で今回も看板やちーちゃんということでね、札幌ドーム行ってきた、はい、あ、札幌ドームじゃない、エスコンフィールド行ったんだけどさ、はい、ファンの方からサイン求められて、うん、書いたら看板やちーちゃんによろしくということで、うん、まあ看板やちーちゃんもちょっと定番になってきたかなっていう、ね、嬉しい嬉しい、ね、はい、ということで、はい、はい、セリーグ、はい、セリーグからいきます。はい、はい、これは全部3試合ありまして、はい、はい、DeNA 対巨人、はい、これは3位4位の戦いでした ね、 そうだね、はい、はい、DeNA が2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、ヤクルト阪神は阪神の3連勝、強いな、はい、はい、で広島と中日は中日の2勝1敗の勝ち越しということになりました。まあ、広島いたかったね、ちょっとね。そうですね、はい、まずは DeNA 対巨人、はい、DeNA、うん、東、石田、浜口、はい、巨人は戸郷、うん、横川、井上というね、はい、まあ、巨人はここに来て若手を使い出したというね、うん、まあ、そういう、あれだったんだけども、はい、1試合目9対3、うん、DeNA、はい、まあ、この日はね、東と山本、はい、まあ、バッテリー組んでるんだけども、うん、もうこの2人の勝利と言ってもいいぐらいだね、うん、まあ、東が7回103球6安打8三振、うん、3失点というね、はい、で山本が先制された直後2回に逆転のツーランホームラン、ね、まあ、戸郷から打つんだけどもさ、はい、まあ、戸郷の得意球でもあるツーシーム、うん、まあ、インサイドのインハイぐらいだったと思うんだけども、うんうん、それを見事に打ったんだよね。で戸郷もそうそう、あの球をっていうようなちょっと驚きがあったと思うんだよ、うんうん、であのボールを打たれたことによってやっぱ戸郷の気持ちがやっぱちょっと揺らいだかなというね、うん、まあ10勝もして自信もあるピッチャーなんだけども、はい、やっぱり自分が意図しないボールをホームランされたということが、はい、まあ非常にこの試合大きく響いてきたかなっていうようなことで、うん、その戸郷が4回91球7安打1三振5失点というね、ゲームを作れない、うん、で戸郷の特徴である、まあ、フォークボールも特徴なんだけども、はい、まあ普通三振を多く取るピッチャーだけどもね、うん、この日は4回しか投げてないんだけども1つの三振しか取れなかったというのは、うん、すごくちょっと意外だったかなっていうね。そうですね、うん、だからそのぐらい、まあ、投げてることは投げてるけども、はい、キレがなかったというね、うん、まあ、そういうピッチングに見えました、はいはい、でこの試合で、まあ、7回、うん、まあ、関根が出て、うん、ワンアウト二塁からワイルドピッチ、うん、もうキャッチャーがちょっとしか弾いてないんだけどもさ、それをもう判断よく三塁に進んだんだよね、うん、で、佐野の内野ゴロで生還してくるんだけどもさ、はい、やっぱり1点欲しい時にこういう攻撃っていうかできると強みが出てくるね、うん、ただパカパカパカ打つだけじゃなくて、やっぱ関根のこういう走塁的な技術だとか判断力だとか、これはやっぱここからあのすごくシビアな戦いが続く上ではね、うん、あの関根のこういう走力っていうのは非常に、光ったゲームだったね、この試合では ねそういうことで相手もやっぱ警戒し始めたりとか もちろんそうだね、するとやっぱだいぶ違いますかね、はい、はい、でこの試合で宮崎は復帰、はい、ね、あ、帰ってきてくれたね、プーさん、早くてよかったです。いや本当に、この試合で4打数2安打1ホームランというすごいですね、簡単に結果を出すというね、なんか休んでたことはなかったかのような、なんかこう、まあ
まあそうだ、間が空いてるとは思えない、ね、ちょっと休養取ってくるわみたいな感じで、いや帰ってきたらあの貢献するけんみたいな、まあ、そんな感じだったよね。で岡本もこの試合で、まあ、復帰ということで、その復帰第一打席で、114人目の200号ホームラン、ね、それも素晴らしいですね、初球、うん、ね、おめでとう、おめでとうございます、ね、まあ結構早い、まあ早い順から言って6番目かな、すごい、はい、ね、まあ、一番早いのは清原だったという話だけども、うん、まあ、あの6番目という ね、まあ、立派な記録でした、はい、はい、まあ、ということで、うん、まあ、東と山本のバッテリーにやられた一戦でした。で2試合目、うん、13対4、はい、DeNA、うん、ね、この13対4ってこの時期にこんな試合になるんだと思いながら、ね、まあ、同点の6回、うん、関根がソロホームラン、はい、宮崎ツーランホームランで、まあ、3点を取って突き放すんだよね、はい、これ同点の6回、同点の6回なんだよね、4対3の時ですか、あ4対3だった、そうですね、去年は2回、4回、6回に1点ずつで、はいはい、ああああ、なので1点リードの6回ですか、6回だね、うん、はい、それで突き放すんですね、突き放すんだよね、はい、で7回には佐野真希などのタイムリーで、うん、まあ、5点を挙げるというね、はい、で巨人の投手陣、うん、やっぱ高梨、三上、まあ、制裁がなかったね、うん、まあやられっぱなしというね、うん、でこの試合最後にはあの野手の北村、そうなんですよね、が投げるというね、うんうんうん、まあでもこれはまあ原監督はね、前にも増田を甲子園かな、はい、なんかで投げさせてるけども、うん、やっぱもうしょうがないよね、うん、この時期にピッチャーをこう勝ち試合のピッチャーも使えないし、なるほど、そういう意味ではもうこれは仕方ないっていうふうには思うよね、はい、うん、でこの試合岡本は2000連発の36号を放っておりますが、うん、空砲というね、まあ2試合連続で空砲ということで、まあ4番がねホームラン打ったら勝たなきゃいけないんだけどもね、本当ですね、はい、ただ宮崎はまあツームランホームランとかで ね、まあ、勝ちゲームに、導いているというね、はい、山本選手もね、ああ打ったね、ホームランってまあそうだね、山本どうしたみたいな、いやこの前あの神宮で聞いた時にさ、山本バッティングに自信あるのって言ったら、率はそうでもないんだけどもさ、いやバッティングは自信あるんですよみたいなまあ言ってたから、まあ、徐々にそういうものがね、まあ、あの回数を打席で回数を重ねることによって、まあ、あのいいものが出てるよね。そうやって言えるっていうことはやっぱり自分の中でも何か、まあ、好きだしあるんでしょうね、まあ、あるんだろうね、うんうん、まあ、ナイスバッティングだよね。この試合関根選手もホームラン打ってて、ね、そう素晴らしいですね。だからあの前半活躍してた人たちが、うん、まあいろんなことがあり疲れもあり、でもここの時期に来て、うん、また復活してきてるよね、うん、いい傾向です。はい、はい、で3試合目は7対8、うん、まあ、8対7巨人ね、これもすごい試合だったね。そうですね、いつの間にかいつの間にかみたいな。そうだね、はい、まあ、2回4対1とリードしてたんだけどもさ、はい、巨人がね、はい、でその裏代打知能、うん、ね、満塁で使われて一発回答の満塁ホームラン、すごかったですね。いやすごかったね、うん、まあその後も宮崎とかね打ちまくって一気に6点を取って、はい、7対4にするんだよ。そうなんですよね、うん、まあこの試合でちょっとベンチの雰囲気見てたんだけどもさ、うん、DeNA はお祭り騒ぎになっちゃったんだよね。まあ知能がまさかみたいなのを打つし、もうね三浦監督も本当にみたいな嬉しそうにそうで連打連打でさ、うん、やっぱ一気に6点取ったから、うん、もうなんかこう勝った雰囲気が漂ってるんだよね。なるほど。で、まあ、例えば1戦目2戦目も勝ってるし、うん、昨日も13対4で勝ってるし、うん、だからそこなんだよ問題は。ちょっと意識的な問題が。そうそうそう、うん、でやっぱ巨人っていうのはまあやっぱこう経験豊富な選手もたくさんいるし、うん、4回丸がタイムリー、うん、5回には岡本が3戦連発の37号ソロホームね、うんうん、で8回にはミスが絡み丸が同点タイムリーという、やっぱねじわ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 来るよやっぱ、ね、気がつけば同点ですよね、うん、だから死んだふりされてるというかさ、うん、あもう6点取られて死んだみたいな、うん、あもうダメだみたいな、そういうことにはなんないんだよね、うん、で9回2アウトから、はい、これ2アウトからね上茶谷にももったいない、うん、で1、3塁を作られ門脇が決勝タイムリーというね、うんうん、ね、だから、まあ、2アウト取って安心したわけではないけどもさ、うん、
俺はこの3戦目は DeNA の、まあ、例えばその勝ったというね、うん、これで勝ったというその緩みから逆転されたと思ってるし、なるほど、で逆転されたその門脇の決勝タイムリーっていうのも2アウトを取ってからあと1人をきっちり取らなきゃいけないのに取れなかったということはなんかそういう気持ちがつながってたかなっていうような感じがするんだよね。うん、だから非常に気持ちをもう本当に9回2アウト取っても勝ったとは思わず、うん、ゲームセットという声とともに勝ったというねことを考えないとダメだなというような教訓みたいなゲームだったね。ね、でねこの試合でね勝つか負けるか非常に大きかったんだよ。そうですよね、うん、これ DeNA が3立てしてたら5ゲーム離れたんだよ、うん、巨人とは。そうですね、でも負けることによって3ゲームになったんだよね。もうねゲーム差は大きいですね、うん、で、うん、この5ゲームっていうのはちょっとかったるいけど、うん、3ゲームっていうのは3連戦あればひっくり返るから ね、 そうですね、並ぶことができるし、うん、でこのカードあと4試合あるんだよ。だから勝っとかなきゃいけなかったんだよ、うん、で5ゲームって言ったら直接5ゲームでも4試合あってもひっくり返されないというね、うんうんうん、まあ他のカードもあるから何とも言えないけども、まあ そうですね、その時点でどのぐらいの差があるかっていうね、まあ、そうだね、うん、まあでもこの敗戦というのはもう一回気を引き締めるにおいてね、うん、まあいい負けだったと言えるように、ね、はい、DeNA のは頑張らなきゃいけないし、うん、巨人はもう本当に背水の陣だったと思うんだけども、はい、若手を多く使いながらね、うん、この逆転劇を導いたというのはやっぱり自信にしてまだまだ A クラスっていうのは狙えるよね。ねえ、はい、はい、という3連戦でした。はい、はい、続いてヤクルト阪神、うん、ね、ヤクルトロドリゲスピーターズ、うん、吉村、はい、吉村帰ってきたね。はい、で阪神村上青柳伊藤、うん、1試合目4対2阪神、はい、これはね岡田監督のやっぱ采配がズバリ当たるね、うん、でね、毎度のことですね、もうなんか、うん、言われてるのが打順変更に伴った選手が必ず活躍するというね、うん、でこの日6番森下を使ったんだよね、はい、そしたら先制ホームランを含む2本のホームラン、うん、ね、プロ初のマルチホームランを記録するという、すごいですよね、はい、で3回は近本が盗塁を絡み、うん、まあ、2点を取るというね、うん、で8回4点リードの守り、これはねちょっと反省してもらわなきゃいけないんだけども、はい、4対0で勝ってたんだよね、8回に、うんうんうん、でノーアウトランナー1塁ファーストゴロ大山、うん、2塁悪送球、うん、ちょっとねジャックルしたように見えたんだよ、はい、でもちろんゲッツーっていうものもあるんだけども、うん、ジャックルしてあいかんと思うんだったらファーストを踏んでランナー進めても4対0の時点だったからワンアウトを取ってやった方が岩貞は楽だったと思う、うん、これエラーが絡んで一打逆転までいったからね、うん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 、2点を取られて瞬時の判断難しいですね。いやそうそう、だからねこれからはねマジック15になったりとかいろいろしてて、でねまあその4対0とかこういう試合、うんうん、まあ一つ一つを丁寧にやっぱ取るっていうことがすごくこれからは大事かなっていうふうに思うよね、うん、でこういうミスでこの日は逆転されなかったけど逆転されたらやっぱ勢いを失うっていうこともあるし、だからここら辺はやっぱ慎重にやってほしいなっていうふうには思った、うん、でヤクルトはねその8回一死満塁、うん、で満塁で村上に一発が出たら逆転だったんだけど、うん、まあやっぱ見事だね阪神のピッチャー、うん、まあ、三振に取ってことなゲータね、まあ、スリリングなゲームだけども、はい、まあ、昨年の村上の状態だったら、うん、まあ、ああいうところで打ったかなっていうような場面だったけどもね、うんうん、まあ、今年の村上はあんまり調子が上がってこない ね、 ね、はい、うん、ということでした、はい、で2試合目、はい、6対5阪神、はい、ね、初回昨日の悔しさをね話すような村上の先制ツーランで、ツーランホームランで先制、はい、まあ、しかし3回、ツーアウトから小野寺がタイムリー、小野寺が、うん、タイムリーじゃない小野寺がランナー1、2塁から逆転のタイムリースリーベース、うん、大山四球、うん、ね、里輝がスリーランホームランで6対2、ね、
やっぱね、サトテルがね打つと破壊力を感じるし、やっぱそこで点が入るとやっぱなんかすごく軽くなるね、チームが。なるほど。でね、まあ今日この試合3番に入れた小野寺がやっぱ活躍するんだよ。昨日はミエセスを入れてたんだよね。なるほど。この日は小野寺が2打点叩き出すというね。でこの日まあその中盤もちろん勝ってて8回、岩貞がね、出てきてやっぱピンチを招き、まあ2失点するんだけど、ちょっと岩貞の状態がちょっと悪いね。なるほど。ちょっと心配な部分だけども、まあ岡田監督もすぐ悪かったら変えるからね、パッと、まあ、それだけのそのピッチャー陣もいるし期待に応えられるね。ただその岩貞がちょっと心配だなっていうような部分が出てきてるということだよね。はい、3戦目、はい、7対1、はい、阪神、初回近本三塁打、中野、フォアボール、ね、ノーアウト1、3塁、ね、ノイジーの当たりを、まあ、村上が悪送球、ね、悪送球で、まあ、先制されるという、ね、で1試2、3塁から佐藤スリーランホームラン、また出たまた出た、すごい。まあね、これやっぱ初回から、まあ、佐藤も当たってきてるし申告敬遠できないよね、次に森下がいるんだもん。そうですね、1試合2本ホームラン打ってる初戦に、まあそういう組み方っていうのもやっぱ破壊力が出てきてるよね。で2回には中野ノイジーのタイムリーで6対0、2回でね、だからちょっと話にならないなっていうような感じがしたんだけど、まあ伊藤が9回、90球、5安打、完封するなと思ったら1失点というね。そうですね。まあこの試合無四球。そうですね、四死球ゼロということで。ね、だから無駄なことしないよね。で、吉村が復帰登板だったんだよね。6回、104球、8安打、7失点。まあ、1、2回にさ、ボコンボコンとやられたけども、まあ、精神的にもちょっとガタガタになりそうな感じだけど、やっぱ社会人出身者だけに、やっぱちょっと立て直したね。で立て直して、やっぱ自分 の, そのリズムとか、投球スタイルだとかを取り戻して、ちょっと抑えてきたけどもね。はい、だから 6回まで投げたんだけども、まあまあ7失点、初回2回を除けば非常にまあいいピッチングだったかなっていうふうには思うけどもね。なるほど。森下6回、はい、9号ソロ、またね、また打ったの またいやすごいな、ま、ね、まあ2桁いくなこれな、ルーキーでな、本当に頑張って ね赤羽9回、はい、ソロホームラン完封を阻止したというね、まあちょっともったいなかったけどね、伊藤は ね赤羽選手、赤羽ね、はいはいはい。でこの試合9回に近本死球、はい、デッドボール、うん、でそのままちょっと退場したんだけども、はい、ちょっと心配だね。ね、いや、やっぱちょっとここ骨折した時期があったじゃない。そうですね、あれと同じようなところなのかなって思うとさ、で近本もこの前デッドボールがちょっとかすったやつですかね、あったんだけど、はい、まあそれはね大丈夫だよって言ってスッと行ったんだけど、この日はちょっと立ち上がれなかったね。相当やっぱこうちょっと心配なんだけども、まあ大事に至らなければいいなっていうふうにね。本当ですよね。近本がいなくなった時にちょっと足取り重かったからね、だからそういう意味ではその近本を欠くっていうのはちょっと痛いなっていうふうに思う、はい、ね。でこの3連戦やっぱ阪神は3番にちょっと迷ってんのかなって思うのが、まあ1試合目がミエセス、2試合目が小野寺、今日はノイジーというね、はい、まあ、3試合とも違う右バッターを使ってきたというね、で近本が仮にいなくなったらちょっと打順を組むのもちょっとしんどくなるのかなっていうふうに思うけどもね。本当ですね、はい、でマジック15と、はい、いうことになりました、ね、はい、はい、そうだね、はいはい。続いて広島対中日、ね、広島玉村、森下、栗、はい、中日は中地、高橋、柳ということでね、はい、試合目、5対3中日、この試合は何といってもカリステ、
はい、やっと外国人がなんか活躍してくれたぞみたいな新外国人、はい、来日初ホームランを含む2ホームラン、うんうん、ね、1本目はストレート、2本目はなんかこうチェンジアップというかね、うん、こうチェンジアップ待って打ったんじゃないかなっていうような感じがするぐらいクレーバーなホームランだったんだけども、うん、まあ、5打数3安打2打点という活躍だよね、うん、中地、はい、ね、5回103球5安打、うん、2四球の3失点というね、はい、はいはい、まずまずなんだけどもね、うん、でこの試合ね見てたんだけども、あの対右打者に対しては2割というね、はい、まあなかなか打たれないんだよ、うんうんうん、だけど左に対しては3割3分8厘の3ホームラン打たれてるんだけど、うん、でこの日はねなんかスプリットからツーシームみたいなのをね、うん、外に落としながら、使ってたらなんか打てなかったんだよね、うん、広島のバッターたちが、うん、だからちょっときっかけをつかむような試合になったかなっていうふうには思うんだよね、うん、はい、はい、で広島の方は島内、はい、ちょっとねチェンジアップをね続けてね、うん、カリステに打たれるんだけども、はい、あのちょっと配球を考えた方がいいね、うん、もう少しこう勝負を焦らないで見せ球もしっかり作って、はい、チェンジアップ言っておけばちょっと違ったかなというね、うん、まあ、そういう配球があったんだけども、ちょっと島内が疲れてるのかなっていうような感じがした。なるほど。で2試合目、うん、3対1、広島、はい、まあ、末金先制タイムリー、うん、で3回には4番西川に代打、これちょっと脇腹の違和感っていうね、ね、ということですが、ちょっと前回離脱の時は脇腹を痛めていたので、うん、 ね、そこちょっと気になりますけど、ちょっと心配だね、はい、で代打松山のタイムリー、はい、でデビッドソンもタイムリーということで3点リード、うん、で森下がその3点を守るというね、はい、で9回116球7安打4三振、うん、2四球の1失点、はい、ね、でこの試合で名前が出てきた末金デビッドソン、うん、ここに来てよく名前が出てくるようになったよ ね、 出てきますね。そうだよね、セットでもね、そう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 、うん、だからホームランダブルで打ったりとかね、うん、だからそういう新しい戦力がここに来て活躍ができる広島っていうのはすごく層も厚くなってきてるけども、うん、これ本当に西川の離脱っていうのが あればちょっとまたちょっと元に戻っちゃうっていうようなね、ね、ちょっと心配な怪我だよね。本当ですね、うん、でも森下はさすがだね、本当に安定してた一人でね、はい、で、はい、中日の1点は、うん、4回細川が25ソロ、はい、よかったな細川な25打てましたね、打てたんでね、はい、バンテリンドームを本拠地にしてるね、うん、中日の選手になったんだけども、はい、あそこを本拠地として20本打てる選手ってなかなか出てこなかったんだよ。いやだけど細川がね20号打ってくれた、うん、ね、おめでとう本当に、ね、ね、給料いっぱい上げてくださいみたいな、中日球団もよろしくお願いしますよ、はい、俺はもう中日チームの成績とかじゃなくてね、うん、本当によくやった20号だと思うし、はい、タイムリーもよく打ってるしね、打点も上げてるから、うん、まあいいホームランだったなと思いました。はい、はい、高橋宏斗投手が9敗目ということですけど、ちょっと心配な感じもします。まあ、ゲームは作ってんだけどね、少しね楽なゲームを作ってあげないと、援護点がないんだもんね、ね、本当に ね、 ね、はいはい、で森下との投げ合い、まあ、高橋宏斗っていうのは、うん、やっぱエース級と投げ合って勝てるぐらいのピッチャーなんだよ ね、 そうですよね、また勝っていかなきゃいけないし将来的にもね、うん、だからまあ苦しいだろうけども ね、 ね、各チームのエースと当たっても勝てるように頑張ってほしいと思います、うん、はい、はい、で3試合目、うん、で3対0、はい、ね、柳、うん、3点もらいましたよ本当援護点が、ね、0点8いくつだったからね、ね、柳投手こそ援護点、援護点ってね、いや本当にびっくりするよねで柳が6回3分の1、はい、まあ、今回はちょっと早く降りちゃったんだけども、うん、まあ、107球4安打、まあ、8三振、うん、無失点というね、はい、で柳の特徴、うん、まあ、球はそんなにね特別速くはないんだけども、はい、まあ、やっぱり四隅をつくというかさ、うん、そういうことで6回投げて8三振、うん、あ、やっぱり柳の投球が戻ってきてるなっていうふうには思うね、はい、これ見ると、うんうん、やっぱり三振が特徴のピッチャーだっただけに、うん、まあ、8三振というのは良かったなと思うよね、うんうん、
で栗、はい、5回93球7安打1失点、うん、ね、ちょっとここに来て勝ちが回ってこないね栗に、うん、だからまあちょっとやっぱなんていうのかな、まあ、相当投げ込んでるし、うん、試合でね、うん、完封もしたことあるし完投負けしたこともあるしみたいな、うん、まあ、そういうことでちょっと疲労が溜まってんのかなね、ちょっと7安打っていうのはね、まあそうだね、フリー投手にしたら、まあ、5回で ね、 でね、ちょっと多いかなっていうような感じがするけど、うん、で、うん、この試合島内がまた2失点してるんだよね、うん、ちょっとあれかな、やっぱこう配置転換というか、うん、少し疲労を取ってやった方がいいのかなと思う、うん、ね、これは何でかというと、はい、クライマックスシリーズで必ずいるピッチャーだからさ、うんうんうん、ね、ここでやっぱり悪いイメージをつけさせない方がいいのかなっていうふうに思いました、うん、はい、で、うん、まあエラーから広島先生とかね、うん、まあ、8回に後藤がタイムリーを打つとか、うん、広島西川の代わりに松山が入って、ちょっと結果が出なかったということと、うん、まあ、6安打全体的に、はい、まあ、広島がちょっと元気がなくなってきてるぞっていうふうに、そうですね、うん、やっぱ踏ん張りどころだけにね、うん、まあ、ただその4番がまた離脱とかね、ちょっと疲労気味かなってここに来てね、うん、まあ、そんな感じがするけども、まあ、阪神に対して 7.5 ゲーム差、はい、DeNA に対しては4ゲームというね、うんうん、もうちょっとその間に挟まれてるんだけどもさ、はい、うん、まあ、DeNA が今日勝ってればね、うん、ちょっと面白い数字に3になってたし ね、 ね、うん、一緒に負けちゃったからね、そうですね、はいはい、はい、まあ、そういうセ・リーグでした、はい、で阪神マジック15、うん、で3位争いの行方はということで、はい、まあ2位まで広島の状態がねちょっと落ちてきてるので、うん、まあ DeNA はもう2位を狙うし、巨人は3位を狙うという、うん、で3ゲームだっけ、どこですか、3位まで巨人は、はい、巨人は3ゲーム差で、ね、DeNA が広島に4ゲーム差、そうだね、はい、で DeNA もしんどいよね、下からの突き上げも来るしね、上も追っかけなきゃいけないしということで、ね、で今日の勝ち負けが DeNA にとっては大きいな、本当そうですよね、上との差が縮まる、下とは開くっていうところだったので、そうなんだよ、今はねその結果3試合目が負けてしまったので、下が3ゲーム差、うん、上を見ると4ゲーム差、ね、そうだね、で阪神は涼しい顔で3連勝しているという ね、 そうですね、まあさすがに強いなっていうような感じがしました、はい、はい、続いて、うん、パリーグです、はい、パリーグはこのようになりました、はい、これ全部3試合ありましたけれども、どこも、はい、勝敗は2勝1敗ということになりまして、そうだね、はい、日本ハムとオリックスはオリックスの2勝1敗の勝ち越し、うん、ロッテと楽天は楽天が2勝1敗の勝ち越し、うん、西武とソフトバンクはソフトバンクの2勝1敗の勝ち越しになりました、はい、ということで、はい、最初は日本ハム対オリックス、うん、ね、日本ハム上沢、伊藤、うん、上原、はい、でオリックスは山崎、山本、うん、東というね、はい、はい、で1試合目3対0、うん、日本ハム、はい、見事だったね、上沢の、今シーズン2度目の完封、ねえ、まあ、9回、うん、114球3安打、うん、7三振、うん、無失点というね、はい、でこの試合 DeNA とよく似てて、うん、バッテリーで勝ったという試合、あ、そういうことですね、東と山本でね、で、はいはい、伏見が先制ホームラン、うん、ね、古巣相手にホームランを放つ、はいはい、この古巣相手山崎達也に対して試合前時点、うん、6打数4安打6割6分7厘という好相性を誇っているというね、うん、で 1,2 番この試合で使われた日本ハム、はい、松本は2安打郡司3安打と、うん、まあ元気よくですね、はいはい、で清宮万波がそれを返すタイムリーを打つというね、うんうん、でオリックスは3安打に抑えられて、はい、ちょっとねバッティングの状態が悪いんだよね、オリックスは、うんうん、で元気がないと、はい、うん、ただし
首位打者を走ってる頓宮は3打数2安打というね、うん、全体3安打のうち2安打を放つという、はい、まあさすがだよね、まあ必死だよね、まあ頓宮、ね、まあ、とこう話をしたんだよ、はい、ね、うん、頓宮チャンスあるなとか言って大丈夫かって言ったら、うーん頑張りますとしか言えませんみたいな後ろ今度いやらしいよなって言ったら、うん、もう打っていくしかないんでとか言って今日も積極的に行きますよみたいなことは言ってたけど ね、 うね、会った時にね、うん、でも取らせてあげたいねもう打率を争ってる人にとってはもう打つしかないという感じでしょう ね、 ね、本当にだからもうなんていうのこう変動するからね、しかも打席回ってきてほしいけど打席が多ければ多いほどまたね打率もそう打たないと上がらないしとかありますからね、はい、難しい、うん、まあ3対0で日本ハム、まあ、噂見事だったね、はい、噂見てるとこの日のね、はい、噂見てるとやっぱ記録気力、うん、コントロール、うん、うん、なんかバランス配球とか、うん、なんか全てがなんか整ったような、まあ、見事なピッチングだったね。なるほど、はいはい、まあ、なかなかやっぱこう同じ完封でもこういう完封はできないのかなっていうふうに思ったね、はい、はい、で2試合目は1対0、うん、はい、オリックス、はい、これは豊さん現地でね見た見ましたね、はい、どうでしたか。でこれね山本はね、うん、まあ、さすがだなと思うのが、うん、まあ、エラーとかで足引っ張られるんだよ、はい、しかしね大事なところは三振を取る。で2回ワンアウト2、3塁、うん、オリックスはまだ2回だよ、うん、後ろに内野手下げるかなと思ったら前進してるんだよ、うん、でこれはやっぱ打てないから失点を避けたかったと思うんだよね、うんうんうん、でだけど山本が三振を取るんで、うん、でここって言った時に前飛ばないんだよ、うん、すごいですね。いやすごい、だからそのピンチになった時にいかに三振を取るかっていうことを考えながら、うん、まあ、ピッチングができるというね、うん、で山本、はい、7回108球、うん、4安打9三振、うん、3四球、はい、だから、ね、この3四球っていうのはねやっぱ状態はね決して良くはないんだよ、うんうん、良くはないけどピンチになった時に出力を上げるだけの余力を残しながら、うん、まあ、投げてるということだよね、うん、で無失点ね、うん、しかし伊藤、そうなんですよね9回116球、うん、2安打そうなんです、11奪三振そうなんです、無四球1失点 この1失点が初回なんだよ、うん、はい、これね池田がね、まあいい当たりのサードに飛んだんだけど、いい当たりが、うん、で清宮がちょっと半身になってこういう状態でさばこうとしたんだよね、うんうん、あれを正面に入って落としてくれたらツーベースにはならなかった、内野安打になったかもわからないけどもツーベースにはならなかった、うん、そしたら今頃まだ試合やってるかもわからない、今頃そんなことはない決着つけるからね、うん、引き分けで、ね、あだからこれ で中川がタイムリー打つんだよ、うん、中川勝負強いわ、で昨日休んだねっつって噂の時出てないんだよ、はい、ね、うん、で中川で昨日どうしたのって言ったら、うん、いや噂との相性が悪いから多分ベンチだったんだと思います、なるほど、今日は出るのって言ったら出ますって、もう最近中川ばっかりだもん、うん、いやでもね本当に三遊間終わってこのタイムリーヒットになったけど、うん、サードコーチャーがものすごいいい判断したね、うんうんうん、もうやっぱり一か八かだったと思うんだよ初回から、うん、で点が取れないでしょオリックスの方は、はいはい、で回して、クロスプレーになったんだけど間一髪セーフ、うん、この1点しか入らなかったんだけど、うん、まあ、見事な中川のタイムリーとあのサードコーチャーの判断だよね、この本当に初回1回表の1点、うん、しかもオリックスは2安打しかなかった中で2回から9回までパーフェクトだよ、そうだよね、そうですよね本当にもうね見ててね伊藤かわいそうだったよ、伊藤投手本当素晴らしい投球内容で負けるという、うん、そうだね、チンジにしてもいいぐらい、いや本当本当本当ね、でもね、うん、9回にね平野が出てきた時に、うん、まあ、先頭バッター出してすぐ磯畑に変えてみたいなね、うん、まあ、そういう見どころも新庄監督をたくさん作りながら、
まあ、負けてしまったという試合だけどもね、はい、まあ、この試合で、山本13勝目、はい、ね、まあ、おそらく最多勝は取るよね、うん、でチーム全体で70勝というね、はい、節目のゲームでした、はいはい、で3試合目、うん、3対1、オリックス、はい、まあ、打てないオリックス、ね、1番に、うん、まあ、佐野を使うんだよ今日、はい、ね、でその佐野が2打点と活躍するんだけど、うん、まあ、ダメ押しのスクイズなんか見事だったというね、うんうん、はい、で6回頓宮の16号ソロホームラン、はい、で、まあ、3点取れば今のオリックスは勝てるかなみたいな、なるほど、まあ、そんな感じがするんだけどもさ、うん、で東がやっぱりよく投げたね、6回3分の1、87球5安打1失点、うん、ね、3連戦、はい、ね、1試合目が3安打、うん、負け、うん、2試合目が2安打勝ち、なんで勝てるんだと思うんだけど勝ちと苦しいんだけどもね、まあ今日3試合目は11安打と、はい、まあ、打ったんだよね、2桁安打を、うん、まあ、だから、まあ、これで少し、打線が上向きになってくると、うん、まあ、投手陣も少し楽になるかなというね、うん、まあ、そんな感じがする、はい、でオリックスの選手にちょっと聞いたのよね、うん、コーチとかも聞いたんだけど、はいはい、いや強いなとか言ったら、うんうん、もう口を揃えて、うん、全然強いなんて思ったことがないって、みんなみんな、うん、やっぱ接戦接戦で、そう、感動的な試合もあんまりないわけよ、うん、ピッチャーが抑えてなんとか、まあ、だから山本が1対0で勝つような、いや2安打で勝つ、2安打で勝つとか、うん、まあ、そういう試合ばっかりだから、まあ、いや強いって感じないんですよね、確かにやってる人からすると、うん、そんな気持ちになるのかもしれないですね。まあ、まあそうだね。まあ、傍から見ると本当強いですけどね。いや、傍から強くてごめんねみたいなね、タオルができるぐらいだから。ただ日本ハムの方を逆に聞いたら、いや、いやらしいチームですよって。いや、本当ね、いろんなことができるチームだって。でもそれを新庄監督にこういろいろ聞いたけども、うん、これはなんかちょっと別動画にしたいなと思って。あ、ね、まあ、なんかこの、あの、この行った時にね。新庄監督と話す機会があったもんね。あのね、頭いいわ。話をしたらね、いろんなことやっぱ深いところまで考えてる。だから楽しみにしておいてもらいたいと思うんだけども、はい、はい、で日本ハム、うん、ね、今5位だけども、うん、西武とは 0.5 ゲーム差、うん、ね、あの西武ももたもたしてるから、まあ、なんとかね、ね、まあ、5位を守れじゃなくて、まあ、上を目指してね、もっとね、うん、4位までチャンスがあるんでね、うん、頑張ってほしいと思います。マジック16、はい、ね、はい、次ロッテ対、楽天、うん、ね、ロッテ三馬、種市、はい、中森、はい、楽天岸、田中、庄司、ね、で1試合目三馬が苦しい、うん、2勝目、はい、まあ、立ち上がりどうなるかって、みんななんか見てる人たちはもう窒息するんじゃないかっていうぐらい本当に苦しかった、はい、で三馬がやっぱり立ち上がりにやられるケースが多くて、うん、でこの試合はなんとかゼロに切り抜けたんだよね、うんうん、その三馬、うん、7回投げて106球4安打7三振、うん、1四球1つのデッドボールに無失点という、うん、ね、ね、で三馬の立ち上がりを見たら、うん、もう岸のピッチング見たら勝つと思うよ。うーん、まあこれはね、結果的には6回100球、うん、6安打、うん、3三振1四球4失点ということなんだけども、はい、まあ岸はね4回までパーフェクトだったんだよね、立ち上がり、うんうん、はい、で三馬より格段に良かったんだよ、うん、だけど7回、うん、中村がサードの内安打、うん、フランコの守備なんだけどちょっととね、動きが悪すぎるな、もうすぐ横だもんそれを座り込んで取って押さえてくれたんだけど、はい、やっぱそれじゃやっぱ中村翔吾の足考えたらやっぱ悩んだになるよね。で続くポランコが、うん、もうカーブをツーランホームランで先制、まあ、続く山口もソロホームランでこの回一気に4点を取るというね。で岸が崩れた原因っていうのはパーフェクトも5回、うん、石川の当たりをね内野安打にされるんだよ、はい、フランコに、うん、まあ
俺フランコばっかりが悪いのかも悪いんじゃないけども、はい、ちょっとねやっぱそのボールの処理も上手い人だったらアウトにするよなっていう、なんかねその2回目の内野安打の時に岸がちょっと気持ち的にちょっと落ちちゃったかなっていうような、げんなりしちゃったのかな、げんなりしたのかもわかんないよね、うんうん、だから非常に岸が良かっただけにもったいなかった、うん、でも美馬が初回2回苦しかったけどもやっぱ頑張り通せたね、うんうん、だからそれは良かったなと思ってさ、ね、うん、でちいちゃんの情報によると、うん、お子さんが生まれて、まあ、初勝利だよね、そうですね、なんとか勝ちたかったんだろうね、うんうん、だからまあ子供がね力を与えてくれたのかもわからないし、いや本当そうですよね、そうだね、よかったね、うん、みんな ね、 ね、はい、よかったです、はい、まあおめでとうの2勝目ということで、ね、はい、で2試合目は5対3、うん、楽天、はい、まあ3対1で迎えた7回、うん、大郷がツーランホームランで同点、はい、で9回ワンアウト2塁から阿部がタイムリースリーベースで、まあ、勝ち越すというね、うん、その阿部はね3回にもソロホームランを打ってるんだよね、はい、で大郷阿部、うん、これは楽天がねもう本当に調子のいい時によく名前を聞いたんだよ、そうですね、そうでしょ、うん、だからねこの大郷っていうのが最近なかなか大郷大郷って出てこなかったと思うんだけどで阿部ちゃんもマスターも、うん、こことこちょっと鳴りを潜めててまた出てきたというね、うんうんうん、でこの2人が出てくるっていうことはやっぱ楽天勢いを取り戻すよ、なるほど、で島内も帰ってきてるし、うん、あだからこれからやっぱこうまた楽天がちょっとここのとこもたもたしてたけども、うん、上がってくるかなというような感じがするよね、この試合で松井が6度目の30セーブを上げたという、はい、ねえ、ね、6度目だよ、すごいなあ、ね、で全部で227セーブを上げてるという、うん、これ名球会まで行くね、まあ、今年は無理だけどね、もうゲーム数から考えると、うん、あ、そうですね、はいはい、はい、で3試合目、うん、5対4楽天、はい、うん、まあ楽天は小刻みに点を取る、うん、ねえ島内4回8回には大郷9回には阿部ちゃん、はい、それぞれがソロホームランを打つというね、うんうん、でねロッテはね5人の継投なんだよ、はい、中森先発してね、うん、で5人とも失点をしてるという、1失点ずつ、そうですね、うん、だからこれはやっぱこうずっと楽天ペースでいっといて流れが止まらなかったんだろうなというね、うん、で9回松井を攻めてまあ1点差にはするんだけども、もう1本が出なかったという試合、うん、だからやっぱりこう流れをつかむのに、まあ、よく言うこれが出てきて三者凡退に抑えて三者三振に入れて流れが変わったとかさ、そこでぶち切れるっていうね、そうだね、ロッテってねそういうことを中継ぎ陣ができる、うん、ことの方が多いんだけども、この日はやっぱこうねだら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 止まらなかったね、失点が、うん、で1回1点ずつ取られて5点取られるという、ね、うん、だからこうそれが地味にボディーブローのように効いてたんだろうなっていうふうに思うよね、うんうん、はい、はい、でこの日ポランコ9回にツーランホームラン、うん、23号、はい、で浅村に並んだ、わからんぞこれいや本当に、ね、ロッテは試合数が残ってるからね結構、うん、あだからちょっとチャンスがあるねポランコね、本当ね、気がつけばですね、気がつけばね、うん、とね、本当まあそういう3連戦でした、はい、で最後西武対ソフトバンク、うん、西武平高橋コーナー与座、はい、ソフトバンク石川坂東森、はい、1試合目、うん、6対0ね、これはこれですよ、前回ノーノーを許したソフトバンク相手に投打でリベンジということで、あ、これがリベンジ、そうそう、平7回108球6安打5三振1四球無失点という、前回は4回までに自己ワーストの7失点してるんです、そうでしたね、うん、ただし初回にいきなりピンチが来たんだよね、はい、やっぱこう前回のことを脳裏にこうちらつきました、ちらついたかなと思ったんだけどもやっぱそんなに平ってあんまり気にするような感じの投手じゃないね、うん、堂々と投げていって、まあ、無失点に抑えると、まあ、7回まで割と順調に、うん、アウトを重ねていったね、
で打線では、まあ、1回ツーアウト満塁から外崎が2点タイムリー、うん、まあ、3試合連続のタイムリーなんだけどもさ、はい、まあ、ここに来て外崎が当たってきてるというね、うん、で問題の石川、はい、ね、前回ノーノーした、はい、4回104球4回で104球投げてんだからちょっとね多いよね、うん、で9アンダー3四球6失点という、はい、うん、これはねちょっと思わぬ思わんね、ね、ただね石川もねこの前、はい、あの楽天戦で、ノーノーの後にいいピッチングしてたんだよ、うん、はい、で2対1で勝ってる状態で降りたんだけどさ、うん、味方のミスで同点にされて勝ちがつかなかったんだよね、はい、だからここら辺からちょっと流れが石川の流れが悪いのかなっていうような、うん、まあ、そんな気もしました。はい、はい、で2試合目、うん、6対2ソフトバンク、はい、同点の4回満塁からパスボール、古賀ちゃんね、パスボール、うん、でそれを勝ち越しを許してその後野村の犠牲フライ、うん、2アウト3塁から甲斐のツーランホームランで、まあ、4失点というね、うん、前回も復帰登板の時にちょっとボロボロになっちゃったんだよね、うん、高橋コーナーが、はい、で今回はやっぱしっかり調整をしてくるだろうなと思って見てたんだけどもさ、うん、このパスボールからちょっと気持ちが少し切れたかなっていうようなね、うん、まあ、そういう感じもするし、まあ、エースだから切れてるとは思わないんだけども、はい、なんかそういう風な感じというかちょっと重たい雰囲気があったね、うん、うん、まあ、それで、高橋コーナー失点6、うん、ね、まあ、自責はね2なんだよ、はい、うん、だからやっぱりこうミスで足を引っ張られたっていうようなね、そういうピッチングにはなったけども、まあ、バンドはしっかりねゲームを作って、はい、まあ、投げてったというね、うん、はい、まあ、そういう試合でした、はい、うん、やっぱりミスが出ると、まあ、岸もそうだったけども、やっぱちょっとしたことで気持ちが動くとやっぱこういう風になるのかな、リズム狂うというか、リズムがちょっと狂うんだろうな、ね、うん、だからまあそういうことが今度はね、うんうん、ないようにしてほしいなというふうに思います。はい、3試合目、うん、3対2ソフトバンク、うん、同点の3回甲斐が2試合連続のソロホームラン、はい、で勝ち越し、はい、なんかあったね甲斐が打点を上げると負けないっていう、そうですよ、だから、ね、この1個前の試合もねホームラン打ってるから、そうそうそうでこの試合も2試合 連発の、ねね、うん、ホームランで7回は近藤タイムリー、はい、ね、で3点を取るというね、うん、で今度は1本打って、3割飛んで6人、うん、トングが今日、うん、3割1分2厘6厘差ね、うん、なんかじり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 こちらも、ね、追い上げてきますね、本当だね、うん、でロッテ楽天戦はホームランが並んでるしね、そう、はい、ね、で森ホームランも近藤選手、その下につけてますね。そうだよ、21本ね。ね、うん、でも2本差だからね。うん、でも2本差ですよ。ただね、近藤はホームランバッターじゃないだけに、1試合で2本というのはなかなか出ないんだよ。まあ、そうですけど、ホームランバッターでないのに3位につけてるっていうのは、そうなん、すごいんだよ。すごいんですよね。すごいんだよ。ただホームラン数が全体的に低いからね。なるほどね。まあ、ついていけてるけどね。はい、はいはい。で、これ森。うん、ね、勝った森、5回3分の2、うん、103球3安打1失点という、はい、やっぱ粘り強く投げるね、このピッチャーはね、うん、はい、で、与座、はい、5回96球4安打、まあ、2失点、うん、ね、与座もね、勝ち運がないわ、今年、うん、もうちょっと打てればなって思うけどね、まあ、全体的にやっぱりセーブは点が取れない、うん、今年はね、うん、まあ、だからちょっとピッチャー陣が苦しんでるけどもね、うん、はい、まあでもゲームはちゃんと作るからね、小沢はね、うん、なんとか勝たしてあげたいなっていうふうに思うね。うね、でソフトバンク、うん、ね、楽天が2ゲーム差で追ってます、はい、で、その上のロッテに対しては3ゲーム差、うん、そうなんですよ、うん、ここもねちょっとゲーム差が上と下そんなないんですかね、まあ、そうだね、うん、だからもうちょっと頑張らないとね、うん、でもここら辺もわからないというね、はい、はい、という3連戦でした、はい、でオリックスマジック16、うん、タイトル争いの行方はということで、こちらは個人のタイトルの話ですか ね、まあ、そうだね、で投手陣はね、うん、やっぱり山本がちょっと抜けてきだしたね、うん、13勝、うん、ということで、
まあ、最多勝最有力っていうふうに言ってももういいし、うんうん、まあ、大したもんだなと思うんだけども、はい、やっぱこう打撃部門、そうですね、まあ、打率、うん、頓宮が312、うん、今度が306、うん、その下が301かな、そうですね、柳田のね、はい、で柳田まで行くとちょっと辛いかなと思うけど、うん、これもでも分かんないからね、分かんないですね。で打点はコンちゃんかな、そうですね、今73で1位で、そうだね、2位が、同じソフトバンクで柳田選手が73点差、その下が浅村選手の66。まあね、浅村は、うん、まあでもね、でも浅村ホームランで、そうです、ホームランあるから70になるからな、うんうん、だからちょっとわからないし、やっぱホームラン、うん、浅村23のポランコ23、うん、22がいないんだよね、そうなんですね、うん、だからまあここら辺の、行方も面白いよね。そう、4位の万波選手は20本で、いやだから俺は万ちゃんに取らせてやりたいなって、で自信をつけさせてあげたいなっていうようなね、なるほど、うん、そういうふうに思うけどね、はい、まあまあそういう3連戦でした、はい、ね、でやっぱこう西川とか、うん、まあ、近本のデッドボールとか、まあ、ちょっと怪我人とかね、うん、まあ、そういうことも心配だけどもね、もうちょっとプロ野球も大詰めになってきてるんで、ね、マジックが15と16、本当に、ね、阪神が15、うん、ね、オリックスが16なんで、はい、まあ、秒読み体制に入ってるし ね、まあ、これからちょっとなんか足取りが速そうな気がするね、なるほど、まあ、両チームの充実度がちょっと違うなっていうような感じがする、うん、はい、はい、あとは A クラス争いね、そうですね、そこがね、うん、もう熾烈ですが、そうだね、はい、はい、まあ楽しみにしてます、はい、はい、頑張ってください、はい。